サービスです。早川、もちろん早川前に来た、前衛で押しバックを狙う、アウトです。ミスらないことが大切ですよね。まだ低いボール高く上げる、強打、橋本、平田、早川と見ました。平田インです。ポイントリードは早川遠藤、低いシャトルの打ち合い、橋本、橋本と、もうゲームの流れを持ってくるか。今も早川選手 2,3、はい、本自分で止めますから、まあ、ああいうのが続いてくると早川選手乗ってきますよね。早川レシーブ力あります。早川拾う、橋本、早川、もう一度橋本、早川が拾う、今度は遠藤だ、遠藤、平田、橋本、早川が拾う、遠藤、平田、早川とネット抜き、橋本のサーブです。ここも振ってきてよく取りました。少し下がった、強打、後ろから平田、なんだ、もう一度平田、早川を狙うと、早川、はい、少し前に来た、遠藤、揺さぶる、前で拾う、平田、平田、でも縦の関係、トナミウイの2人、後ろから橋本、もちろん橋本、アウトです。またロングだ、早川後ろ、早川前に来た、遠藤、平田、平田がまたスーッと前に来ています。平田が前に出た、早川は前にいます。遠藤、橋本の強打と、遠藤、横の関係は頼み、また前に出たと、落としてきた。ああいう風に出ていくのってなかなか難しいんですよね。そうなんですか。はい、なので早川選手の横を抜けていくような球だったんですけど、やはりこういろんなところからこうだと思いますね。橋本が前にいます。平田、平田が後ろから、今度は橋本前で手を出した、早川アウトになりました。この役割もすごく分かってるんですよね。なので平田選手もちろん前衛すごく上手なんですけど、短いサーブから平田落としてくる、平田、遠藤狙う、早川、早川、遠藤、もう一度遠藤、続ける、おっと決め、前で拾う、なんだ、平田、橋本、遠藤、深いところはアウトです。下げる、平田、橋本が後ろ、もう一度橋本、遠藤が後ろだ、球、あっとアウトです。わかりました。けどここでラケット上げてたんですよね、なのでちょっとそれが見えて当たったら取られる。出ていきます。第一ゲームです。後ろから橋本、もう一度三連続、前に戻す、ちょ、超えません。第一ゲーム、この海の平田、橋本取りました。次にもきつくなってきますよね。早川、橋本、橋本、なんだ、後ろから平田前、入りました。平田のサーブ、橋本後衛、縦の関係は渡辺優優、2人前に来た、平田、平田、遠藤が拾う、橋本サイドギリ、ポイント2点リード、早川遠藤、早川前と返球かかりました。遠藤ね、なので攻撃の幅が遠藤選手はあるので、そういったところをもっと出ると、はい、より点数につながりますよね。少しタイミングをずらしました。今度は角度ある、あると思うんですよね、はい、で今3点差なので、はい、まあ、ここ
平田選手のサービスでなるべく11点の間に追いつきたいっていう気持ちがあると思いますね。ギリギリ決まりました。遠藤平田ギリギリは今遠シャトルは入りました。打ちに行きながら見極め押し込んでくる。平田が後ろ角度がある。拾う前ここは取れません。に反映すると 3,4 点が変わると思うんですよね。拾う拾う拾うまだ拾う。これは拾えません。サーブは早川のサーブです。後ろから縦になった遠藤早川遠藤前アウトです。橋本のサーブ平田遠藤早川前遠藤正面で来る。よく拾っている橋本返す。平田バック側長いラリーになってきた。最後はポイント受けている。トナミウンユ早川が後ろからもう一度遠藤後ろで平田角度がありますがアウト。こっちが伝わりますよね。後ろから外前で平田橋本アウトです。遠藤のサービスです。ロングできた。高い角度から打ち込んでくる2人。トナミウンユ平田角度つける。あーっと前橋本平田のサーブ続きます。ロングサーブしてきた早川遠藤が前後ろから橋本もう一度これも強烈。第一ゲームはゲームポイントからやはり長いラリーが続きました。入っています。いっぱいさあ一つしのぎました。さあ引っ込んできた。これで追いついた平田橋本ロングでいった。最後はネットにかかって早川平田遠藤平田早川少し遅れたがよく返した。高いボール上げるクリア遠藤遠藤強烈ですよね。やはりディフェンスに回るんですけど、すぐ早川選手がこうクロスに流して前に出てくる。で遠藤選手の強打につなげる。ああいうふうな形でポイントを取れるとリズムに乗ってきますね。不転元となるこの遠藤のサービス続いています。拾う遠藤一旦下げます。ああミスになりました。解きたいところですよね。スマッシュ遠藤のスマッシュ叩き平田落とす。ああよく落としましたと思うんですよね。早川平田が拾う。橋本は拾いきれます。前後ろからレシーブ安定のチャンピオン前から落とす拾うギリギリはアウトです。下げる早川前に来た。その早川遠藤落とす。早川後ろから
下げる遠藤、早川、早川、もう一度落としていきました。しかしポイントは平田、橋本。平田のサーブよく拾った、スマッシュ続きます。早川、遠藤、早川、もう一度早川、場所を変えます。遠藤、角度つける、丸飛び、拾う、よく拾っています。まだ拾う、速い展開、最後はアウト。遠藤もあの角度をつけたショットを連発していきました。冷静に見ました。もう打たせてもらえない、ここで打ってきた、もう一度前、ネット攻防、後ろから日本よりシス、遠藤、もう一度遠藤、徹底して平田の方を狙ってきました。まあ、やはりあの一番決まりやすい、ところをめがけて、まあ、前衛の選手も的確に狙っていくので。早川のサービス、前に落とす、遠藤、落としてきた、できますね。なので平田選手ここは前に返した勝負どころだと思いますね。後ろ、いいんです、選手も冷静だと思いますね。外、角度も変える、振る、遠藤、ボディ、決勝4年連続、ここは打ち込んできました。平田、近づく、早川もよく返しています。平田、ここも返す、ああ最後は見せた、橋本、よく取った、遠藤も早川も動いています。遠藤、早川、チャンピオンシップポイントは遠藤のサーブ。遠藤、もう一度遠藤、前のパス、ショート、早川拾う、遠藤、決まりました、早川健一、遠藤博之、3連覇、4年連続同一カードの決勝を制しての3連覇。サービスです。早川、もちろん早川、前に来た、前衛同士、バックを狙う、アウトです。ミスらないことが大切ですよね。また低いボール、高く上げる、強打、橋本、平田、早川と見ました、平田、いいんです。ポイントリードは早川、遠藤、低いシャトルの打ち合い、橋本、もうですね、ゲームの流れを持ってくるか。今も早川選手 2,3、はい、本自分で止めますから、まあ、ああいうのが続いてくると早川選手乗ってきますよね。早川レシーブ力あります。早川拾う、橋本、早川、もう一度橋本、早川が拾う、今度は遠藤だ、遠藤、平田、早川が拾う、遠藤、平田、早川、トネット右、橋本のサーブです。ここも振ってきてよく取りました。
したかった。強打、後ろから平田、なんだ、もう一度平田、早川を狙うと、早川、はい、少し前に来た、遠藤揺さぶる、前で拾う平田、平田でも縦の関係、トナミウイの2人、後ろから橋本、もう一度橋本、アウトです。またロングだ、早川後ろ、早川前に来た、遠藤、平田、平田がまたスーッと前に来ています。平田が前に出た、早川は前にいます、遠藤、橋本の強打、横の関係は渡辺、また前に出た、と落としてきたですけど、ああいう風に出ていくのってなかなか難しいんですよね。そうなんですか、はい、なので早川選手の横を抜けていくような球だったんですけど、やはりこういろんなところからこうだと思いますね。橋本が前にいます、平田、平田が後ろから、今度は橋本、前で手を出した早川、アウトになりました。の役割もすごく分かってるんですよね、なので平田選手もちろん前衛すごく上手なんですけど、短いサーブから平田落としてくる、平田遠藤狙う、早川遠藤、もう一度遠藤、続ける、あっと決め、前で拾う、平田、橋本、遠藤、深いところはアウトです。下げる、平田、橋本が後ろ、もう一度橋本、遠藤が後ろだ、球、あっとアウトです。わかりアウトけど、ここでラケット上げてたんですよね、なのでちょっとそれが見えて当たったら取られる、出ていきます。第1ゲームです。後ろから橋本、もう一度3連続、前の出す、ちょっと越えません。第1ゲーム隣の平田、橋本取りました。次にもきつくなってきますよね。早川、橋本、橋本なんだ、後ろから平田前、入りました。平田のサーブ、橋本後衛、縦の関係は渡辺優優、2人前に来た、平田、平田、遠藤が拾う、橋本サイドギリ、ポイント2点リード、早川遠藤、早川前点球かかりました。遠藤、なので攻撃の幅が遠藤選手はあるので、レシーブ安定のチャンピオン、前から落とす、拾う、ギリギリはアウトです。下げる、早川前に来た、その早川、遠藤落とす、早川後ろから、下げる、遠藤、早川、早川、もう一度落としていきました。しかしポイントは平田、橋本、平田のサーブ、よく拾った、スマッシュ、続きます。早川、遠藤、早川、もう一度早川、場所を変えます、遠藤、角度つける、丸飛び、拾う、よく拾っています。まだ拾う、早い展開、
最後アウト。遠藤もあの角度をつけたショットを連発していきました。冷静に見ました。もう打たせてもらえない。ここで打ってきた。もう一度前ネット攻防。後ろから日本エネシス遠藤、ミドル遠藤徹底して平田の方を狙ってきました。まあ、やはりあの一番決まりやすい、ところをめがけて、まあ、前衛の選手も的確に狙っていくので。早川のサービス、そういったところをもっと受けると、はい、より点数につながりますよね。少しタイミングをずらしました。今度は角度あると思うんですよね、はい、平田のサービス今3点差なので、はい、まあ、ここ平田選手のサービスでなるべく11点の間に追いつきたいという気持ちがあると思いますね。ギリギリ決まりました。遠藤方ギリギリは今シャトルは入りました。打ちに行きながら見極め押し込んでいく。平田が後ろ角度がある。拾う前、ここは取れません。に反映すると 3,4 点は変わると思うんですよね。ギリギリ拾う拾う拾う、まだ拾う。これは拾えません。サーブは早川のサーブです。後ろから縦になった遠藤、早川、遠藤前アウトです。橋本のサーブ平田、遠藤、早川前、遠藤正面で来る。よく拾っている橋本返す。平田バック側長いラリーになってきた。最後はポイント。遠藤少し受けている戸波海優、早川が後ろからもう一度遠藤、後ろで平田、角度がありますがアウト。口が伝わりますよね。後ろから外前で平田、橋本アウトです。遠藤のサービスです。ロングできた。高い角度から打ち込んでくる2人。戸波海優平田角度つける。あーっと前平田のサービス続きます。ロングサービスきた。早川遠藤が前、後ろから橋本、もう一度これも強烈。第1ゲームはゲームポイントからかなり長いラリーが続きました。入っています。いっぱい。さあ一つしのぎました。巻き込んできた。これで追いついた平田橋本。ロングでいった。最後はネットにかかって早川平田、遠藤、平田、早川少し遅れたがよく返した。高いボール上げる。クリア遠藤。遠藤強烈ですよね。やはりディフェンスに回るんですけど、すぐ早川選手がこうクロスに流して前に出てくる。で遠藤選手の強打につなげる。ああいうふうな形でポイントを取れるとリズムに乗ってきますね。不転元となるこの遠藤のサービス続いています。拾う遠藤、一旦下げます。
あミスになりました。解きたいところですよね。スマッシュ。エンドのスマッシュ。下げる。やった。落とす。あよく落としました。と思うんですよね。早川。平田が拾い。橋本は拾い切れます。前後ろから